早くジラ型潜水母艦。早くジラ型潜水母艦。人イガタ潜水母艦は、日本海軍の潜水母艦。同系艦は2隻。日本海軍が、初めて保有した本格的潜水母艦。中型潜水艦の潜水戦隊機関と、母艦、補給、給養、工作艦の性格を持つ、多用途艦である。2隻とも、三菱長崎造船所で建造された。 日露戦争後、日本海軍は潜水艦の開発を進めた。当時の潜水艦、潜水艇は、性能的にも、技術的にも未熟で、常に、母艦の支援を必要としていた。だが、日本海軍保有の母艦は、1914年、大正3年1月に竣工した、輸送船改造の、駒橋、基準排水量1100トン、日露戦争路角艦の、唐崎、 1> 約1万トン、日清戦争時代の輸送船改造、豊橋、約4000トン、解剖艦や、防護巡洋艦改造の艦艇ばかりだった。1915年、大正4年頃になると、艦隊の演習に潜水艦が参加する際に、旧式巡洋艦、くま型防護巡洋艦など、が、潜水艦部隊の機関として当てられるようになった。第一次世界大戦後、 日本海軍はアメリカを仮想敵国とした88艦隊を計画した。その中には中型潜水艦の増備も含まれ、潜水船体が常備艦隊の一部となった。これらの中型潜水艦の母艦として、早くじら型水雷母艦、計画当時、潜水母艦という艦種はなかったが、対象9年度に計画された88艦隊案。当初の計画では、 排水量14,500トンクラスの予定だったが、ワシントン海軍軍縮条約によって規模が縮小された。実際には常備排水量8,500トンとして、計画、完成した時にはさらに1割ほど軽い常備7,000トン、基準5,180トンとなった。また当時の海軍は、補助艦艇の建造に際し、できるだけ建造費用を少なく抑えようとしていた。 当初は商船型にする方針だったが、実際には、軍艦式の構造と配置になった。福井志津を、海軍技術将校、艦艇研究家によれば、早くじら型の艦隊構造は、カトリ型練習巡洋艦の参考になったという。機関部にも、配管となった戦艦とさのボイラーを流用するなどして、建造費の圧縮を図った。これら努力にもかかわらず本型同型艦,艦は2隻。 早くじら、長芸にとどまり、有事の際は、大型商船を徴用し、特設潜水母艦として運用する予定となった。早くじら型潜水母艦は、潜水艦への補給能力としては、中型潜水艦、旅行潜水艦9隻の整備及び補給、乗組員居住、魚雷調整、簡易工作艦能力、作戦式能力、通信能力を備えた、多用途艦である。 また従来の旧式艦改造潜水母艦は、基本的に、低つな木母船だったが、早くじら型は艦隊に随伴可能な速力と、高揚性を持つ。軍縮化における民間技術者と建造能力保持のため、早くじら型2隻、早くじら、長芸は2隻とも、三菱長崎造船所で建造することになった。88艦隊で、建造中止になった各艦より、 製造済みの機関部を流用した。早くじらは、関本ンン四キロ合コンレンガマを6機、長芸は同型5機を搭載する。合計出力は同等で、煙突の太さも変わらない。並走として14センチメートル砲4門、連装艦意識砲等2機を装備し、特設巡洋艦や駆逐艦程度なら、劇場可能であった。設計段階では14センチメートル、 単装放送門を、背オイ式に搭載予定、計4門だったが、連装砲の設計が間に合ったために、設計変更された。軽巡洋感夕張と同等の砲撃力を持つ。対象末期、長芸は、水上偵察機を一機搭載し、水の左右に飛行機用臭でリックを装備していた。このことは戦前は、機密事項であった。 水蒸気の格納庫には潜水隊兵員休憩室を流用した。1934年、昭和9年3月の友鶴事件以降、本艦型も復元性不足の対策として原則にバルジを装着、艦艇にバラストを搭載した。1935年、昭和10年頃の早くじら排水量は、格子状態8110トン、基準6240トンに至ったという。 昭和に入り大型、高速の異号潜水艦が、潜水船体の標準となると、本型の母艦能力不足が顕著となった。また速力も異号潜水艦の方が速い、洋上21ノットから23ノットという事態になり、機関能力にも問題が出てきた。そのため異号潜水艦で編成された、潜水船体機関任務は5500トン型寿命艦、軽巡由来、 絹などが務めるようになった。ここに至り、大型潜水母艦2隻、オクジラ、剣崎が収益すると、早クジラ型は艦隊を離れて、工作艦や練習艦となった。早クジラ型が巡航してからオクジラ型が登場するまで約15年間を要した。しかし、間もなくその2艦が航空母艦へ改装されたため、老齢ながら潜水戦隊機関に返り咲いた。 ただし、新鋭の移合潜水艦の機関は5,500トン、軽巡、将来的には、大淀型軽巡の予定と、特設潜水母艦組み合わせに任せ、本型は、陸分級式の旅行潜水艦と旗来、機雷、線の機関を務めることとなった。太平洋戦争初戦では、早くじらは、クエゼリンへ、長芸は、カムラン湾に進出して、同方面の潜水艦船を支援した。 1942年、昭和17年4月から1943年、昭和18年暮れまでは、第7潜水船体の機関を台で務めた。その後、両艦ともに、瀬戸内海にあり、練習艦となった。1944年、昭和19年8月からは、沖縄方面の輸送任務に従事したが、任務中の10月10日に、早くじらが撃沈される。10 十九週、長芸は練習館に戻り、そのまま終戦を迎えた。戦後は福音輸送館を務めた後、解体されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。